通勤・近郊電車の標準使用ガイドラインは、日本鉄道車両工業会が定めた、鉄道車両の規格の一つ。大都市周辺の通勤・通学用電車を対象としている。制定の経緯の背景には、東日本旅客鉄道 E231 系と相模鉄道1万系、東京急行電鉄5000系の登場がある。相鉄1万系と、 東急5000系は共に E231 系を元にして製造された車両であり、これを見た工業会は E231 系だけがこれからの標準車両ではないという方針からこのガイドラインを2003年9月に制定した。当ガイドラインの目的は仕様の統一による保守面での自由化と大量生産によるコストダウンである。なお、 かつて昭和30から40年代後半にかけて、中小私鉄向け車両として日本車両製造による、日車標準車体というメーカー提案による、標準規格によるコスト低減車両が企画されたことがあった。標準車両の石を作ったのは、JR 東日本の209系及び E217 系であり、E231 系はこれらの改良発展型であった。 東急5000系が本格的な標準車両誕生への第一段階であった。後に小田急電鉄3000型や低都高速度交通 A 弾08系などが登場した。いずれも客用扉の間隔は 3520mm で、電動機出力は東急5000系が 190kW、小田急3000型が 180kW、 A 弾08系が 165kW である。東急5000系は E231 系を基本とする車両であるが、5102回以降は、後にこのガイドラインに基づいて、扉間隔 3520mm に変更した。標準車両ガイドラインとは少し異なる車両であるが、2003年に類似のものとして、京成電鉄の3000型も登場した。この形式は、 日本車両製造日車式ブロック工法の採用に加え、独自の形成グループ標準車両として、形成グループ各社の標準車体仕様としており、新形成電鉄の N800 型や北総鉄道の7500型なども登場している。その他に、関東では、京浜急行電鉄新線型が、関西でも南海電気鉄道の8000系が登場した。ドア、 窓などは、等急車両製造の標準的なものであるが、窓については、等急車両の製造した他社の車両とは、大きさに、微妙な違いがあるほか、車体中間部においては、独自配置の加工窓としたり、窓は従来通りブラインドが設置されているなどの際がある。側面スタイルは、等急車両製の他の一般車に、類似したスタイルである。このほか、ガイドライン制定前に登場した、 京王電鉄9000系で2006年から2009年に申請した都営地下鉄新宿線直通対応編成である車両番号末尾30番台の車両は客用扉の変更やつま面の窓を廃止している。関西では阪急電鉄が9000系、9300系、および後継車種である1000系、1300系では 内装などにおいて、従来の阪急の仕様を踏襲しつつ、日立製作所の標準設計である A トレーンを採用した。他にも、京阪電気鉄道が3000系で、西日本旅客鉄道が225系及び521系、227系、323系で A トレーンに類似したコンセプトを持つ、川崎重工業の標準設計であるフェイスを採用している。 ただし、阪急や南海と同様に、標準仕様ガイドラインと全く同じものではない。京阪電鉄では、前述の川中のフェイス車体ではあるが、内装に一部、標準車両の思想を取り入れた1万3000系も存在する。上記の車両の登場によって、前述したが2003年に、ガイドラインが制定された。 規格は、蒸気車両で採用された扉間隔 3520mm、電動機出力 190kW となった。2004年には、東京地下鉄令5系、第40から43編成及び同一設計の、東洋高速鉄道2000系と、東武鉄道5万系、2005年には、東武5万50系、2006年には、東京メトロ1万系、2007年には、 東武5万70系、2008年には東武5万90系が落成した。なお、東京メトロ1万5000系は、基本的にはガイドラインに沿った設計ではあるが、客用扉が混雑対策のためにワイドドアとなっている。なお、公有者発行の雑誌、鉄道ファン2005年5月号によると、西武鉄道2万系の2005年度製造分はこの、ガイドラインに準じた。 マイナーチェンジが行われる旨の記述があったが、実車は全商灯が HID 化された程度の小変更に止まり、他は全年度申請者に準じた仕様で落成している。しかし、この全商灯の HID 化は、西部の運転手から不評だったため、後に従来車と同じハロゲン灯に改造された。また、2008年から本格的に A トレーン仕様で、 設計された3万系を投入している。一方で、標準車両的な車体ではあるが、車体長が異なるなどの際が見られる車両としては、東急7000系、内装などが独自設計である車両としては、神戸電鉄の6000系が挙げられる。ありがとうございます。